アダム・イエジー・チャルトリスキ。アダム・イエジー・チャルトリスキ。1770年1月14日から1861年7月15日は、ポーランドの貴族、政治家、文筆家、公家アダム・カジミエシュ・チャルトリスキ公爵の長男、母は、イザベーラ・フレミング。チャルトリスキは、ロシア皇帝アレクサンドル一世の若き友人の一人として、 アレクサンドルの治世当初に起とされた改革に参画し、後に、帝政ロシアの外務大臣を務めた。また廃止では、アレクサンドル一世の皇后、エリザベータ・アレクセイエブナの皇太子妃時代の不倫相手とも言われる。1804年から1806年までロシア、大臣委員会議長、事実上の帝国最小を務め後、1830年のロシアからの独立を目指し、 11月放棄後成立したポーランド国民政府の主犯となるが、11月放棄の敗北後、1万人のポーランド人と共にパリに亡命、大亡命し、ポーランドの自治回復をロシアに働きかけた。アダム・イエジチャルトリスキは、1770年1月14日、ポーランド王国の首都ワルシャワに、アダム・カジミエシ・チャルトリスキ公爵とイザベラ・フレミングの長男として生まれた。 チャルトリスキ公爵家は、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、マグナートの中でも、屈指の名門であり、特に親ロシア派の一門として聞こえていた。チャルトリスキの出生にあたっては、アダム・カジミエ主公の実施ではなく、母イザベラと、ポーランド駐在ロシア大使であったニコライ・レプニン公の、不義の子という説もある。幼年期、大部分をフランス語による、家庭教育に費やし、 5月3日憲法の起草に参加したイタリア人聖職者、シポーネピアトリの訓導を受けた。1786年海外遊学に出発し、ドイツのゴータでは、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの儀曲、タウリス島のイフィネーニエを聴き、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーとクリストフ・マルーン・ビーランとの面識を得る。1789年、母と共にイギリスに渡った。当時、英国では、 初代インド総督を務めたウォーレン・ヘイスティングズに対して上院による断崖が行われており、チャルトリスキもこの裁判を実際に法廷で見分している。1793年に再度、英国に渡り、社交界で多くの人々の違遇を得るとともに、英国の立憲政治、議会政治について学んだ。1793年、第二次ポーランド分割がプロイセンとロシアによって、 行われると、1794年ポーランド独立のシシコシューシコによって、義勇軍が結成される。チャルトリスキは、義勇軍への参加を希望したが、両親の反対によってその望みはついえた。しかし、コシューシコへの指示により、オーストリア関係によって、ポーランドとブリュッセルを往来中に、ほ、拘束された。百九十五年の第三次ポーランド分割によって、 ポーランド王国は消滅し、チャルトリスキ家の領地も失われた。1795年5月、チャルトリスキと弟のコンスタンティアダム・チャルトスキは、ペテルブルクの宮廷に放出することとなった。1795年事実上、人質としてロシアに渡ったチャルトリスキ兄弟は、ペテルブルクの宮廷に主観する。二人はロシア軍に入隊し、アダムは、騎兵将校。 コンスタンチンは、不評証庫としてそれぞれキングることになった。女帝エカテリーナ二世は、チャルトリスキ兄弟に、好意的であり、元の所領の一部を返還した上、1796年、前半に自重に取り立てた。同時期、すでにチャルトリスキは、ゴリツン公爵夫人主催の舞踏会を通じて、高尊アレクサンドル大公、後の皇帝アレクサンドル一世と知り合い、 若き貴公子たちは互いに強い、私的な友情を結ぶこととなる。エカテリーナ二世が崩御し、パーベル一世が即位すると、チャルトリスキは皇太子となったアレクサンドルの副官に任命され、三ヶ月の休暇を許され、ポーランドのチャルトリスキ領に戻ることを許可されている。この時期、ロシアの宮廷には非常に自由主義的な空気が充実し、熱狂的な人文主義者、 啓蒙主義者であったピオトル・ボルコンスキーとニコライ・ノボシリエフが大きな影響を与えていた。チャルトリスキはパーベル一世の治世10年間を通じて皇帝の信任を維持することに成功した。1798年12月パーベル一世はチャルトリスキーをチューサルジニア王国公使に任命した。イタリアでチャルトリスキーが目にしたものは分裂した国家であった。チャルトリスキーは イタリア滞在中、ナポリへの遊覧旅行やイタリア語の習得と古代、ローマの遺跡調査などに精を出した1801、パーベル一世が暗殺され、アレクサンドル一世が即位すると、神帝は友人の一人であるチャルトリスキーをロシアに召喚した。1803年4月3日アレクサンドル一世は、チャルトリスキーをビルの教育管区、リトアニア、ベラルーシ、 ウガン・ウクライナの責任者に任じた。ビルのアカデミーは、ビルの大学、ビリニス大学に再編、改組され、チャルトリスキーの先進的な構想によって、北東欧州最初の高等教育機関の一つとなった。しかし、チャルトリスキーが文部行政に多く関与した時間は短いものとなった。 1804年事実上の外務大臣に就任し、ロシア帝国の外交政策を担当することとなる。外情としての最初の任務は、ナポレオン・ボナパルト率いるフランスに対して、フランス・ブルボン家の一員で、亡命貴族、エミグレの指導者の一人アンギャン公の処刑に抗議したことであった。1804年6月7日フランスの中ロ公使、エドビル・伯爵は、ペテルブルクを離れた。 一方、8月11日チャルトリスキによって、アレクサンドル一世の書簡は、英国、ロンドンに届けられ、第3次大仏大同盟の結成に向けて交渉が行われた。1804年11月6日の交渉で、ナポレオンに対抗すべく、ロシア軍11万5000人、オーストリア軍23万5000人の軍を派遣するという基本的な枠組みに合意した。最終的には、 1805年4月にイギリス国王ジョージ3世との交渉で公主同盟締結に合意を見た。チャルトリスキが1805年、1803年かにアレクサンドル1世に提出したロシアが採用すべき政治制度に関する覚書によればヨーロッパにおける勢力図を一変することが記されている。それによればドイツはオーストリアとプロイセンにより 勢力均衡を目論んだ。一方、ロシアは、ダーダネルス海峡、マルマラ海、コンスタンチノープル、ボスポラス海峡とコルフ島へ、念願の地中海進出を実現することが明記されていた。オーストリアには、ボスニア、ワラキア、ラグーザ、モンテネグロ支配を認めた。イギリスとロシアは、共にヨーロッパにおける、勢力均衡を維持を図るとした。最後に、 オーストリアとプロイセンに対して、ドイツにおける優位を認める代償として、ダンツヒからビスワ側までの領域を割上させ、リトアニアとポーランドをロシアとの同訓連合として、自治国家の形態で国家再建に同意するという構想を目論んだ。この構想は、ロシア主導の独立ポーランドの国家再建としては、最も現実的な保障を与えることとなった。しかし、この構想は、 アウステルリッツの戦いによる敗北と、ティルジット条約によりナポーンのフランス帝国による保護国、ワルシャワ公国の成立でガベに返した。1805年チャルトリスキは、首席大臣、事実上の大臣委員会議長、帝国最相として、アレクサンドル一世に随行し、ベルリンとオルミッツ、現在のチェコ領オ,オロモーツの両会議に参加した。チャルトリスキは、 プロイセンに対して不信感を持っていたため、ベルリンでの交渉では最新の注意を払った。1807年2月チャルトリスキは、アレクサンドル一世への指示を失い、外相職を退き、アンドレー・ブドベルグと交代した。しかし、外相を辞任した後も、国家評議会には止まった。1八百十年には、チャルトリスキに対して、アレクサンドル一世が1八百五年に取った方針が、 誤りだったとザック・バランに認めるなど非公式に信頼を維持した。1810年にチャルトリスキはペテルブルクを離れた。以後、チャルトリスキはペテルブルクに戻ることはなかった。この時期には彼とアレクサンドル一世の関係は決して良好なものとは言えなかったが、それでもチャルトリスキとアレクサンドル一世は1813年2月20日にロヒロシ同盟長印を前に カリシュ、ビエルコポルスカ圏、大ポーランドの意味で再開した。1814年ウィーン会議が開催されると、チャルトリスキは、パリに滞在し、ウィーン会議に臨席する、アレクサンドル一世のもとに法を提供した。1815年ウィーン会議によって、ロシア皇帝アレクサンドル一世を国王にいただく、ポーランド立憲王国が誕生する。こうした中、チャルトリスキは、 元老院議員の地位に満足しているようであった。1817年、アンナ・ゾフィア・サピエジナ、レオン・ルドビク・サピエ派の姉と結婚した。ルドビク・パツという男との間に、決闘の末に勝ち取った結婚であった。夫妻の間には、ビトルト、ブワディスワフ、イザベラの一男次女が生まれた。1823年には、父アダム・カジミエ主皇が死去し、チャルトリスキは、 クソ大来の地であるプアビに居を構えた。1829年アレクサンドル一世の後をついで即位したニコライ一世はポーランド王国憲法とポーランド王国軍の廃止を断行しようとしてポーランド国民の反発を買った。1830年11月放棄が起こりチャルトリスキは公的生活への復帰を余儀なくされた。1831年1月ポーランドは 国王としてのニコライ一世の範囲と国民政府の樹立を宣言した。国民政府の主犯にはチャルトリスキが就任した。チャルトリスキは外交交渉を通じてニコライ一世にウィーン会議に明記されたポーランドの権利の擁護を求めた。その一方でフランスを中心とする西欧列強の支援を要請したが7月革命の余波さめやらぬ西欧諸国にその余裕はなかった。 しかし、すでに60代を超え、老境に入っていたチャルトリスキーは諦めなかった。臨時政府主犯を辞したチャルトリスキーは、1831年8月23日、イタリア人のジローラ・モラ・モリーの将軍の軍に、義勇兵士で入隊した。そして、カリシュ、サンドミエシュ、クラックフの南部ポーランド3県による連合を結成した。しかし、物量に勝るロシア軍によって、 ポーランド義勇軍は戦いに敗れ、チャルトリスキも一度足刑を宣告された。しかし、間もなく、追放刑に減刑された。1832年2月25日、彼はイギリスに亡命し、ポーランド自由友の会を設立した。11月放棄に敗北したポーランドでは、貴族層を中心に約1万人もの人々が、フランスに亡命した大亡命。チャルトリスキも、 イギリスからフランスに移り、パリのサンイコール類島に位置するオテルランベールを拠点として、ポーランド国家復活を目指した。こうして結成されたポーランド独立派のうち、チャルトリスキラ大貴族層を中心とする立憲君主制を施行する一派をオテルランベール派と呼ぶ。オテルランベールには、1831年からパリに定住した作曲家のフレデリック・ショパンなど、 多くの文化人たちも交わった。ショパンが1849年に死去したとき、10月30日にパリのマドレーヌ寺院トペール・ラシェーズ墓地で行われた彼の葬儀においてチャルトリスキが葬儀委員長を務めた。アダム・チャルトリスキは1861年7月15日にセーヌイコール・エイコール・マルヌケンモー近郊のモンフェルメイユにあったカントリーハウスで死去した。 チャルトリスキ家の家督は、息子のブワディスワーフ・チャルトリスキが引き継いだ。ブリタニカ百科事典第十一版によると、チャルトリスキの主要な著作は、以下の通りである。チャルトリスキは、レフトルストイの戦争と平和三巻で1805年11月18日、アウステルリッツの戦いの前におるミュッツの連合国会議に赴くシーンで、仮面を出演している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。